はい、どうもエテポンゲです。よろしくお願いします。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2、続きから始めていきましょう。前回の動画まだちょっと編集してないんで、ちょっと2日ぐらい空いちゃって、どんな終わり方したっけな。ちょっと見直しましょう、まず。とりあえず海岸に今から行くんだけど、モンスターこんな感じですね。ブラウニーメス、なんで、ブラウニーは海岸で捕まえる魔物、オス、エビのオスを捕まえる。でアークデーモンは、この先、海岸ではね捕まえるモンスターで配合はしないんで、OK。スキルはメライオにぶっぱ。はい。で、タワー。タワーも、タワーイオデインで、まあ全体回復持ってて回復薬。そうだ、エビルドライブも、配合、海岸にいる魔物のスカルサーペントを、スカウト級でね、配合して持っていかなきゃいけないんで、オスね。両方ともだから、海岸で捕まえるのはオスということで。OK。じゃあ海岸行こうか。まあこのタイミングでさ、エッチな本があればさ、何の憂いもなくさ、配合できんのにね。小さなパーツを大量に入手するチャート。を、ちょっと考えなきゃいけませんね。では、海岸行きましょう。ちょっとスカウト級、ちょっと待って。あ、そうだ、思い出しました。そうだ、闘技場行こうぜって言ってたんだったわ。思い出した。ちょっと闘技場、かましてから海岸に行くことにしましょう。C ランク。まあ最終的にね、海岸クリアして次のエリア出すには、A までクリアしなきゃいけなかったかな。なんでね、クリアできるときにクリアしといた方が効率はいいよね。もうこのメンバーなら B は余裕かな。A はちょっときついかもしれない。まあ行けるところまでやりましょう。モリモリスライムですいたよね、このスライム系が好きなやつって。同級生に絶対一人はいるよね。なんか曲げないやつ。俺はスライム一択で行くみたいな。やたらスライムナイト育てちゃうやつとかいたよね。いたわ。小学校の時ゲームボーイ版のテレワンやってた時いたわ。もうスライム大好きなやついた。やたらスライムナイトで、そういうやつって大体その遊戯王とかでもその見た目で選ぶタイプだから、見た目かわいいモンスターみたいなのをなんかうまいこと使ってきて結構強いタイプのやつだからムカつくわ強かったわ、遊戯王。遊戯王強かったわ。可愛いとかじゃないから、モンスターってのは。強そうとかが大事だから。力強そうとか、そっち重視ですね。いいね、ベホマラ。よし。だからアークデーモンのが特にいいよね。重みが違うよね。重みが。言葉のウエイトに差がありすぎるね。うん。パルチザン。あ、ここクリアすることによってこういう報酬も手に入れて、なんかなおかついいよね。底上げになるしね。パルチザンだったら。ほらみー。ほらみー。続けていきましょう。B ランク。まあ欲を言うならさ、やっぱそのスキルが今イオメラとかイオデインとかさ、その1段階目だから、それ以上の技を出せないっていうのが悲しいところだよね。2位になれば、まあ、イオナズン打てるし、3になんかなったもんならば、もうそれはもうすごい破壊力を、すごい火力としてね、1本いけるんだけども、いかにね、やっぱ速さとか効率を求めてしまうと、そこのところがね、なかなか難しいよね。で、ジョーカーの3とかになってくると、レベルとかに応じてなんかあったよね。そのスキルが急激に伸びちゃうみたいな。ランクプラスなんぼがあれで、一気に飛び級して最強なんとかになるとかあったけど、まあ、この時代まだないんでね。うわ、さそうだ。ナイス回復。まあね、イオラ、まあ一応ね、アークデーモンは、まあ、で、ブレイク、イオブレイクとコツ持ってるんで、まあ基本的には攻撃のレッパ切りの方をね、まあボス視点でいってるんで、もうボスは単体の大型モンスターなんで、全体魔法必要ないんでね。そういうところをね、そういうところを伸ばしていってあげよう。よら。まあいけそうだね。ああ、外す。はい、B ランク、次最後。A はちょっときついかもな。B でこれだもんな。この格闘パンサーってのもね、いい配合素材になるんよな。やめろ。ナイス。おお、耐える。誰も落ちない。いやー、これ A きついと思います。なんか A ランクキラーマシン2とか出てきた気がします。 A ちょっと様子見ようかな。まだ無駄に負けてもね、時間の無駄なんで、効率的じゃないんでね。そんなのは海岸突破してから A に挑もう。うん、そうしよう。報酬何もらえるんだろう。ゾンビキラーありがてえ。 A は保留ということで、ゾンビキラーで剣装備できるのがエビルドライブ。よし、やっと銅の剣卒業できた。やっと卒業だ。で、スカウト Q を確認して、あ、今受けたんか。オッケーオッケーオッケー。エビルドライブ、あ、オッケーオッケーオッケー。危ねえ、これ忘れてた。危ねえ、危ねえ。はい。イケメンマガジン、うん。エッチな本をよこせ。で、ここでね、ボーンナイト、アッパーを覚えたボーンナイト。なんで、次の、海岸エリアでね、スカルサーペントを入手して、それと、この今持ってるエビルドライブを配合して、ボーンナイトを作ります。で、ブラウニーとエビラで、カブト小僧と。いいね、主力が揃ってきた。じゃあ行きますか、海岸。海岸結構ね、早いと思うよ、クリアすんの。あ、一回外出なきゃいけない。これ早いよ。スカウトに手こずらなかったのね。スカウトにさえ手こずりさえしなければ早い。目標タイム10分。パッパッパッパ、ここの BGM 好き。パッパッパあ、その泳いでる突撃魚はね、行動早い持ってるんでね、優秀です。やっぱ行動早いとかはね、本当に、たまにね、動けなくなるとき、その、おろおろとか、その、デメリットはあるけど、やっぱ一番最初に動ける、まあ、その発動率もね、その、おろおろとかする発動率、そんなに高くないんで、行動早いはマジで化け物だよね。ここはもうさ、ガンガン行こうぜで、潰してもらいましょう。はい、ガンイケでね、ワンターンでキルできたら嬉しいな。ここでね、このゲスアーノン結構出てくるから、小さなパーツをかき集めれるポイントね。ここで、レオソードがどっか行っちゃいましたね。あれレオソードなんで。レオくん。言っちゃうとあれレオソードなんで。モーモンじゃないんで。で、拾わなきゃいけないアイテムがね、何個かある。まずこのエリアで、世界中の雫が、下の方、マップでいう下の方にあるから、それは回収する。念のためにね、そこまでね、必要じゃないんだけど、絶対にいるかって言ったらね、いらないと思うけど、やっぱラストエリクサーとかさ、やっぱ取りたいじゃん。はい、何が起こるかわからんからね、そのリスク管理っていうのそういうのやっていこうよ、ちゃんと。そんな遠くないしね。これがマップ移動を何回も繰り返してじゃないと取れないとかだったら、さすがにいらないけど、ここの岩の裏にあります。雫。こいつ結構いいよね、強いよね、このタコ。はい、エリア3。ここにも一つ取らなきゃいけないものがあります。これは取らなきゃいけない。これは絶対に雫よりも全然高価なものです。はい。ゲスアのワンターンキルできるのはちょっとラッキーだったな。もうちょっと時間、2ターンはかかるかなと思ってたけど。よし。メリンスライム。はい、メタルチケット。これは絶対に回収しましょう。まだね、配合するんで、レベル上げね、に必要なので取っておきます。スッで、ここのエリアは素通り。ただ、ここのエリアかな？ここだっけな？メタルスライムがね、出るところが何箇所か一応あります。海岸にも。なあ、こいつ。はい、サクッと倒してください。あ、いいね。やっぱアークデーモン火力出るな。アークデーモンのサムネの絵描かなきゃ。アークデーモンのベホマスライムとこのワガメ王子、ここら辺ほんと配合素材としてめちゃくちゃ優秀です。ここら辺の、彼らめちゃくちゃ優秀です。いろいろ作れます。ここら辺から配合がすごく楽しいです。ここら辺からものすごい楽しい。あ、いた、メタルスライム。よし。で、次のこのエリアに、スカルサーペント出ますんで、一旦セーブして、オスのスカルサーペントを粘りましょう。よし。2体。では早速板を出してこうした方がいいな。んでテンションレッパ切り1体潰そう。ダークマッシャー一撃じゃ落ちない。ってことはワンパン入れれるってことだね。攻撃50半分で、やっぱブレイクって相当すごいね。だから相手の体勢を崩す的な意味もあるからブレイクけど、ここで一発連破してさ、死んじゃったらあれなんで、ちょっとひよった。100% までいきます。よし。いけ。頼む。押す。100いらないな。50でいいな。オス確保。2回目でした。これでね、ここ配合させて、こいつの持ってるアッパーっていうスキルをね、受け継がして、ボーンナイトを作ります。アッパーはほんと最強の補助スキルなんでね。アッパーと HP 回復と、何かだな。賢さとかの方がいいかもな。素早さもあった方がいいな。けどこれ一回帰ってもらって、よし。でね、アイテムね、一応確認したんだけど、その禁断のバイブルが1個だけ あるんで、それをエビの方に使おうかなって思います。エビの方にね。エビは一応、まあそんなに多分難しくはないけどね、捕まえるの。そのダークスライムみたいにね。で、この、1箇所だけ離れているこの登れるところにメタルスライムが1匹おります。軍隊カニ。そう、ここにね、メタルスライム出るから、こっちの、エリアに行くと、いざないがあって、メタルスライムは狩りやすいよ。早いよ、ここは。けど、次のエリアの海岸終わってから遺跡に行くんだけど、まあ、そこに行ったら、はぐれメタルが出現する場所があるんで、まあ、そこまで必要じゃないかなって。危ない。いや、こいつ気持ち悪い。で、ここで、こっち降りていったら、もうボス戦なんだけど、ゲソさんを倒して、ここにも1個武器が落ちてるんで、それ回収します。ついでにここで、ついでにっていうか、ここでエビラをね、捕まえるんで。下がれ、クソモグラ。下がれ。おいあーで、クリアしたらどうしようかな。配合先やっちゃって、メタルチケット使って、で、レベル上げしてっていう感じにしようかな。で、こっちの奥。まあまあ。あ、エビいた！エビ、ちょっと待て。一応書いとこう。書いて、で、バイブル使います。バイブル使って、満タンして、突撃！よし！エビかけるさん。これ一旦数減らしたいよな。殺しきらないでほしいけど。攻撃。まあ、ワンパンでは死なないと思うから、レッパ切り。で、レッパ切り。こんな感じか？危ねえ。よし。で、板さんを出撃させて、まあ、ここは100までいこうか。バイブル使ってるしね。防御。テンション。ちょっとマホトラやめてくんないか。それ長い、それ。ミスしたらそこで終わればいいのにね。なんでゼロを回収しましたみたいなとこまでやんの？よし、完璧だ。みなぎった。いけ！死ね！100まで上げて正解だった。危ねえ。よし。はい、エビ。守備アップ持ってんのか。守備アップ。オッケー。よし、これでもう確保する、モンスターは、揃いました。あとはもうボス倒すだけです。で、これが、ショックハンマーね。で、拾ったのを、木槌くんに持たして、ショックハンマーは、時々ね、死の効果。怖っ。怖っ。呪われてる武器じゃん。怖え。で、メンツはこうしとくか。うん、これが一番いいね。よし。あ、満タンしなくてもよかった、今のは。降りたら回復の、できる棒のようなものがあるんで。こっち。ちょっとまあまあ、向こう行け。まあまあ、こっち向かないで。このツタとか降りるときに結構事故ることが多い。よし。で、こっちに棒のようなもの。を触り、回復して、で、オセアーノンに到着です。早かったね。海岸早いね。まあ大丈夫でしょう。そんなになんかややこしい攻撃してこなかったはず。後にね、これ気づくね。モーモンがレオさんだったなんて、うわーってなって、自害します。はい。まあ、スクルとね、しっかりかけて、固めていけば、難なくクリアできるでしょう。で、上の2人は任して、スクルト。うん、レッパーいいね。休みはどうやら効かないみたいかな。しぶき。ピシャッ。んで、もう1枚あげとくか。眠り攻撃。もう防御ガッチガチなんで。寝た。そんな時は目覚めの針を使います。そう、忘れてた。目覚めの針は購入しました。5つ。そのオセアノンだっけ、こいつ。オセアノン眠りしてくるんで、目覚めの針は用意しておきましょう。言うの忘れてたわ。んでもうスクルトいらないんで、あとはまあ回復兼火力ということで。頼むな。しぶき、ピシャ。いけ。ほい。ベホイミないの？あ、そうか、全体回復だから、ベホイミないのか。これで誰が寝た？じゃあ、目覚めの針をブラウニーに使って、命令させて、攻めさせるか。ね。ライデイン。まあ、未だに気になってるんだけど、ほんと、デインとさ、ディン派のさ、あれ、なんなのあれ、マジで。もう、たまにこう、ドラクエ系のさ、なんか、こういう実況とかさ、動画とかさ、その生放送とか、デイン、ディン、ディンってディーンなのあれ。出さないそれ。回復は俺に任せろ。もう薬草もどんどん使っていこう。いらないんで。あ、守備効果切れたけど終わり。チャンネルいいね。メタチケまたもらえた。ここでうんパッ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 パー。倒すのが目的じゃないでしょ。ちゃんとほら出てきてもらって、その運んでもらえないと。その問答はもう終わってんのか。サンキュー。んで、まあ、海岸はまあこれにて終了なんだけど、この海岸の、オセアノンの、部屋のこのエリアの、奥に進むとこっち反対、絶対反対。こっちは石ころ銀。んで、こっちに行くと念願のあれが手に入りますね。オスの杖、まあけどさ、そのオスの杖、メスの杖、天性の杖、もうここまで来たら使わないと思うわ。ここまで来たらもう使う必要ないっていうか、うん、必要ないかもしれない。そんなもう配合しないし。まあけどね、スカウト Q はね、その後からやるより、絶対こうやってストーリー進めながらやった方が、その、いいよね。後からだって、その、ホイミスライムと、あれで HP 回復をなんてやってられないでしょ。クリアしてからとか。で、かき集めた小さなパーツを入れて、おー、出た、やっと出た。買っとこ。1個ずつ、イケメンマガジンは持ってるね。1個買っとこ、とりあえず。高いんでね。で、バイキルミンとかもね、これ、出る。よしよしよし。で、メタルネイルが発売されると、これは、手持ちにちょっと入れて、うん。まあ、ちょっと必要なものはね、また後で購入します。で、終わるか、一旦区切るか、時間的に。配合は次回に回すか。いや！これ配合して、レベル上げして、次回スタートする。特に、性別の気にするあれはないはずで、まずはエビとブラウニーカブ動構造、守備アップにはさすがに無理だよな。いや、虫の知らせもいいんだけどな。何かしらのね、ブレイク持ってたらね、眠りブレイクとか麻痺ブレイクとかあったら、より使えたんだけど、2と、やっぱ獣道はあった方がいいから、獣道。で、あとは守備アップ。はい。いや、いいね。カブト小僧マジで好きだわ。このフォルムと頑丈そうな見た目いいね。んでスカルサーペントとエビルドライブでボーンナイトアサシン、アサシンはいらないかな。アッパーとこいつはもう補助役に回ってもらうんでHP 回復、あとね水ゲーはもういらないな。んで賢さアップ、賢さ上げた方がね回復量とかも変わってくるんでいいんだけど、素早さも大事だよね。先に打てるか後になるかっていうのが曖昧だとね結構しんどいところあるんで、まあ一応素早さにしておきます。はい、ボーンナイトいいね。うわ出揃ったわ、出揃った。踏んでからここでスキル振ったっけな。スノードラゴンいたでしょ、こいつ守備アップを振ってるね。オッケーオッケーで、守備アップ2を作ります。何でもいいですね。もうここはもう、もう、何でもいいや。何でもいい。おかえもんといや攻撃アップ欲しいな、攻撃アップ欲しいな。ここまあ実はまあ悪でもね、魔王の使いにする予定だったんだけど、ちょっと違う魔物でね、想定してました。スノードラゴンでまさか、スノードラゴンって、まあその、配合のシステム上、その、なんとか、漢字が読めなくて、呼び方がわかんないんだけど、その、徐々にこうさ、同じモンスターをこうやってたら、その、上にどんどん強くなっていって、で最上級がまあここまでいったらもうこのモンスターになるみたいな配合の仕組みでねそうなってるんで、まあ、いずれねそのできるで、アークデーモンと何かを配合すると魔王の使いができるっていうのはもう決まってたので、ただちょっと違う魔物で考えてたんでね、これはラッキーですね。ラッキー、いやー完璧じゃないか。もうこれ楽しい。ちょめちょめのちょめい。ちょめちょめのちょめいだで。よし、これとりあえずね、次回はレベル上げして、んで、レベル上がった状態で始めようかな。んで、闘技場行って、って感じですね。オッケー。よし。じゃあ一旦、ここで、終わります。はい。今回はいい内容だったな。はい、ご視聴ありがとう。マウスがずっと出てた、マウスが出てた、ここにマウスが、マウス